では新尾道駅に来ております。今日は、新尾道駅から尾道駅までを歩いてみようと思います。ピンク色の屋根の新幹線見えると思うんですけども、さっきあれ乗ってきました、キティちゃん新幹線ですね。8月13日日曜日ということで、お盆休みということで新幹線結構乗っとるか思ったらそんなに乗ってなかったですね。まあ、小玉号だったけいうのもあるんかもしれんけど、前走っとったのぞみ号もそんなにお客さん乗っとらんかったですね。前回のね、新尾道駅周辺何があるんだろうかということで歩きましたけど、何もないわけじゃないんですよ。結構住宅地が広がっとって、お店も結構ありますもんで、よくね、利用客が少ないだとか不要な駅だとかね言われてますけど、結構ね、家あるんですよ。必要だと思いますよ。これ尾道ラーメン今回食べれたらいいですね。前も尾道千光寺の動画上げた時、尾道の商店街実は歩いておったんですけど、そこの店が一番美味しい尾道ラーメンかということで迷ってしまって、結局食べずに帰ったんですよ。しかもその千光寺の動画も消してしまっとるっていうね、謎なことをしてしまっとって、もう一回千光寺の動画撮りに行かんとけんっていう状態なんですけど、前回もこう夏に歩いたのかな、ここすげえ暑い、高温注意報が広島県に出ておるということで、そうだろうみたいな、そんな感じの暑さですね。上の橋が国道2号線バイパスの橋です。福山市から広島市の方までもうずっとこんな感じで続いとるみたいですね。尾道駅の前の方にも国道2号線が走ってますんで、どんな感じの国道2号線なんかああいうのを見てもらおうかと思います。歩きおたら社殿が見えたもんで来てみました。なんていう神社か知らんもんですけど、漢字読む限りではカラスにカラスと、読めません。八幡宮なんで八幡神社です。霧門が見えるんですよ、あそこに。豊臣家の家紋ですよね、霧門って。めちゃくちゃね、木のいい匂いがしました。尾道来られました、皆さんお越しくださいね。千光寺だけじゃないですよ、尾道の観光スポットは。たちまち新尾道駅からここの神社まで徒歩で13分で着きました。えらい近いんで、先ほどの神社お越しください。おみくじ1回50円で行けます。正確にはこれが参道みたいですね。ここの今見えてる道が栗原本通りっていう昔からある通りみたいです。天理教があるわ。天理教されてないよこれ。天光教尾道教会、何それ。はい、たっぷり30分歩いてますね、ここまで。あとどんぐらいかかるんか知らんですけど、隣はね、山が攻めてきてますんで、ここまで来ると尾道の中心地が近いです。この道路標識見ても2号線の配置はおかしいですよね。これね、駅前に行くとね、もっと分かります、どんだけおかしいか。正面が山陽本線で、あとは特にないな。これで左に行っても尾道駅に着くみたいなんだけど、裏口に出るもんで表の方に出たいからこっちを行きます。尾道駅は南口と北口とあって、南口が正面口です。多くの観光客の方はその南口の方に出ますんで、土日祝日はとんでもなく人だかりができる場所です。真夏にカレーなんか食いとめねえな、多分お客さん少ないだろうな。わけがわからん道に出てきました。今歩いてる道が国道2号線です。国道らしくないような感じですけど、国道2号線です。これが尾道観光って言ったらこっち側じゃなくて駅の東側になります。今自分がいるのは駅の西側なんで、まあ、こんな感じのなんか廃れた感じですけど、観光名所ってなったらもう尾道の駅から見て東側ってことになって、千光寺が尾道駅の北東側になります。尾道駅の真後ろにある山の中に千光寺があります。尾道って言ったらあと因島だとか生口島、
あっちの方が千光寺の次に人気の観光スポットになります。で、今はそこ信号赤になってて、まあ、正面に建物があるんですけど、綺麗な建物が、綺麗な建物があるエリアがこの道駅っていうことになって、国道2号線はもう見ていただいたら分かる通りなんですけど、車が右に曲がっていきますよね。あの赤い車、かっこいい、あの松田車が。国道2号線はああいうコース通るんですよ。もともとはね、これまっすぐに通ったんですけど、まあ、こういうのもあれなんですけど、こんなにね綺麗じゃなかったんですよ。こうまじまじと歩くのも実は初めてで、結構綺麗ですよね、こう見ると。ここが尾道の駅前です。実は8月の13日に新尾道駅からここまで歩いてるんですけど、動画の方撮れてなかったんですよ。録画をそのまま一人ごとずっと喋ってたって状態だったんで、ここで言いますけども、新尾道駅からここの尾道駅まで歩いて46分かかりました。バス使った方がいいです。バスで行ったら10分くらいで着きました。なんか始まった。